さ、皆さん。すごい。はい。すごい数ですね。皆さんこんにちは。もうなんかほぼ知ってるような感じなので改めて挨拶もあれですけども、府立大学の花村と申します。クリエイティブツアーの主催を、我々しております。今日はですね、玉作り編ということで、3軒回ります。ボーボーさんと100年長屋さんと鹿ときのこさんという3軒ですね。もうこの3つともガイドブックには絶対載ってないような場所でございますので、ぜひ楽しんでいただけたら、ちょっとたっぷり時間とって今日はやりますので、であと、一緒にずっと やってますムツさんが今日はナビゲートをしてもらいますので、皆さんこんにちは、聞こえますでしょうか。はい、あんまりマイク使いたくないんですけども、これだけの人数なのでどうしても使わざるを得ないということで、使わさせていただきます。玉作りツアーということで、今日ね、皆さん地図を渡してると思うんですけども、ABCD とねありまして、 A が駅ですね、 BCD っていうのが外でポイントになってるんですけど、 C から D まで結構距離あるんですね、実は。はい、ですので、ちょっとそこの間、バツだけでですね、僕がマチ歩きガイドという形でですね、私、マチ歩きプロデューサーでございますので、東成という街、どんな街かというのを、道々説明しながらですね、はい、で、鹿と芸能さんが行くというような思考で、やりたいと思います。お楽しみいただければなと思いますが、今回で3回目、何回なんですかね。ワンパル終わってから2回目ですね。2回目ですか。はい、4月から2回目。初めて参加ってこと。嬉しいな。意外と初めて。そうですね。リピーター率が少ないと思うんですね。すいません。はい、前回中津でしたよね。中津は中津参加された方。ありがとうございます。リピーター率高いですね。リピーター率、ああ、いいですね。いいですね。はい。ありがとうございます。あ、金田さんもいらっしゃいました。はい。ちょっとですね、ご紹介ね、金田さんも春な感じで。すいません。これでほぼフルメンバーかな。池田社長かな。あと池田社長ですね。はい、池田社長今日は。まもなく分かりますか。はい。あ、森の見合いは行き過ぎですね。はい。はい。すごいですね。ありがとうございます。じゃあちょっと自己紹介ですけど。はい。すいません。順番に主催のメンバーということで。はい。はい、よろしくお願いします。電車通ります。まあ遅くですね今日は、はい、あ、すいません、ごめんなさい。じゃあ池田社長はまだかかります？じゃあ向かいますか。じゃあもう、行きましょうかね。雨降らんうちに移動したら、はい、じゃあ行きたいと思います。この人数はちょっとびっくりですね。はい、じゃあちょっと まずボーボーさんから行きます。すごいですね。入れんのかな。いや、多分無理。無理ですね。はい、でも家とかも行けるんなら行けそうな。そんな、自分で自分乗りするの。当たり前じゃないですか。大好きですか。自分の声と覚えてない。アメリカはもう全部これ撮ったから、ね。ああ、覚えてるの。自分で撮りましたか。クレーターに行くの全部撮りましたよ。作品しますか。手ぶれしませんね、これ。ブレても大丈夫です。あ、ブレても大丈夫ですか。プレアウィッチプロジェクトみたいな感じで。ああ、よくわかんない。主観カメラ。あれ、確かホラーでしたね。ホラーですね、あれ。知ってるじゃないですか。低予算だからできた。低予算だからできた。もうこれめちゃめちゃ低予算ですよね。もうなんか今、バスってきましたよ。マジですか、雨ですか、もう。すごいな。あ、ぜひ皆さん、参加者同士の会話を楽しんでくださいね。参加者同士出た、投げた。知らない人とできるだけ喋るようにした方がいいかなと思いますよ。ありがとうございます。もうすぐそこでございます。はい、まあまあ案内されないんで分からないような感じで、はい、来たことある人、ボーボーさん、ボーボーさんある人、来たことある人ないよね。名前だけ。はい、僕は行ってきました。マーシェビー新聞店の方でやるけど、はい、その関連で今日も行ってきました。はい、じゃあまあ入りたいと思います。行きます。行けるのかな。蕎麦屋さん。あ、社長ね。
明日でも来てますね、はい、ちょっと車来るんで呼びます、はい、来へんかったです、ごめんなさいこういうこともありますね、こういうこともありますね、入れるんかな、ボーボーこれ無理ですよね、これね、これね、何か分からない、はい、まあ、ちょっ と生活空間なので、小声でお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。すいません、すいません、これ、旦那さん、はい、主催してます花村です。よろしくお願いします。そうなんですよ。今日ちょっと数が多いんで、はい、すいません。じゃあちょっとお邪魔します。ボーボーさんです。コメントありがとうございました。マーケット新聞で。すいません。今回ちょっとやってます花村と申します。よろしくお願いいたします。すいません。30人ぐらいいるんですけど、ちょっと。はい、じゃあちょっと奥どうぞ。はい、ここは靴を脱いでください。
よろしくお願いします。大正3年の、 あの長屋の方をあの去年あの改装しまして、ちょうど、まあ、多分もうすぐ100年になるかなということで100年長屋って名前付けさせていただきました。もともと私の祖母がここで生計を立てていて、それで父が93年になるんですけれども、父がここで生まれた場所です。でずっと印刷工場の方でに昔してたんですけれども、そちらの方が去年の2月に退去されましたので、その後私は引き継ぐようになりまして、どういう場所にしようかなというふうに考えてたんですけれども、まあ、100年も経つ建物なので取り壊すということも一時はこう視野に入れたんですけど、やっぱり歴史のある建物なので、それはやっぱりあかんなということで、こんな形でちょっとそのままの当時の状態を残した状態で改装させていただいて、まあ、地域の方がこういう場所で何かイベントとかされたらいいかなと思って、そういう趣旨で一応改装させてもらいました。下は一応これは室になってるんですけど、ここで落語とか、だから玉造りは落語がこうもともと栄えあったところだというふうに、うちの祖母もここで浄瑠璃を語ってたので、そちらの方がおばあちゃんコーナーがあるんですけど、浄瑠璃の剣台がありますので、またぜひご覧ください。その横にあるのが、実は元祖シングルマザーで、父女で一つで育てあげたんです。で仕立て物しながら育てあげたので、その歯切れとかを使ってすごい細かい作業をして、手芸の作品がもう残ってましたので、それもそこに展示してます。元祖それもボトルシップ、ボトルの中にいろいろこう手芸の作品が入ってるというものなので、おばあちゃんも喜ぶと思いますので、ぜひ後でご覧ください。はい、そんなところで、まあ、そういうコンセプトで出しで、ここを、去年の9月に完成しまして、で今まで土曜日だけちょこちょこ開けてたんですけれども、まあ、これからは金土を開けようかなと。金土1日増えるって感じですね。はい、で金土だけ今までカフェはしてなかったんですけど、昨日ちょうどオープンしたところで、上で天然素材にこだわったフェアトレードのコーヒーなんかを使いまして、まあ、命を育む場所として、父親も育ちましたので、安全安心を届けるような食べ物を提供したいな。食べ物ってカフェですよね。ジラカスとかはないんですけど、そういうふうな形で考えていますので、また上は一応100年前のそのままの土壁を残しています。下はもう漆喰で塗ってしまったんですけど、藁の入った100年前のそのまま の, 壁と、天井といいますか、天井だな、屋根を抜いてますんで、屋根がそのまま見えるんですけど、当時のままの。はい、何かご質問とかせっかくなんで、はい、いかがでしょうか。この土間の感じはほとんどこういう。ああ、違います。これは私が叩き土間、三和って書いて叩きって読むんですけど、にがりと石灰と土だけで筒叩いて、私も一緒に叩いた土間なんですが、これを再現したかったので、今もこういう技法ないので、皆さん土間分かって、嬉しいです。分かってくださって。で、ちょっと、まあ、食品添加物に食べれるもの、おにがりは豆腐で、石灰はこんにゃくの凝固剤になりますよね。でそれを酒屋さんにお願いして、一緒に戦わせてもらって、なものです。で酒屋さんもそういうふうな依頼があるのは初めてだったので、いい機会ですね。いろいろ書物にも載ってないそうなんですよね。古い図書館に行って古い書物探して配合を調べてくれたんで、で叩いて一緒にやらせてもらったんですけど、若い酒屋さんが勉強のために行っておられましたね。いいところはね、水まけるんですよ。うち水効果で、コンクリートだったら
全部流れてしまいますけど、うん、水をまくのと下にずっと沈んでいって、うち水効果で夏もすごく涼しい、下もエアコンはいらないですね、というあのもうあの木と土しかない、うん、あの化学物質フリーあれフリーで、ね、あの場所ですね。あの針とかもこれはまあ補強入ってますけど、全部部材に使ってます。新しいものはほとんどなくて、あの壁この塗ってる色は墨汁にベンガラ混ぜてます。であの化学塗料嫌だったので墨汁塗ってくださいということで、あの墨汁の方をお願いして、塗ってもらったんです。墨汁はね、あのご飯炊く時に入れたり、墨汁違いの人に入れたりするとあの水がきれいになったりしますし、防虫効果もあるのでかなと思って、あのお願いして、それも大学さん初めての経験、牧場ですかっていう、なんでですかみたいなこと言われたんですけど、はい、この展示はこれはこれはね、私のあの知り合いの方があのコツコツ物作りが好きで作ってられたものを、あのこうプロフィールとか、まあ、名前とかは全く公表したらいけないということでお代わりして展示させていただきます。一から全部手作りで、めちゃくちゃ可愛らしいですよね。あのでこれは最新作で長屋をあのあそのから見たやつを、ここのあここですかいやいやすごい可愛らしい、ランプもそこにランプ吊るしてあるのを、あのこれ昭和 の, あの電柱 の,、ね、あの傘なんですけど、そこつけてあのそうなんですけど、あのそれをイメージして作ってくださって、これあ上がってみても大丈夫ですか？上がってください。ああ、あのちょっとあの中のミシンとかもすごく精度ができてますので、うんうん、ぜひぜひっていうか僕があの場所ですね。
ティブシェアの、一応ツアーなので、はい、今回は、そうクリエイティブな感じとシェアな感じが説明していただいているということでございますね。まあ、ここはあの自宅兼事務所になってまして2階3階で住んでるんですけども、で、まあ、住み開きっていう言葉を皆さんご存知ですね、の、 あの本にも載せていただいてるんですけども、で、まあ、ここをやる前に玉作りの方で僕はあのギャラリーをやってまして、で、まあ、それが縁で結構玉作り界隈のことを知るようになりました。でその後ここに来て、デザイン事務所としてやろうと思ったんですけど、やっぱりそのギャラリーをやってた名残でその不特定多数の人がお客さんとして来るっていう感覚もちょっと残したいっていうことがあって、でデザイン事務所オープンしましたって言って来てくださいって言ってもなかなか用事がないと来ないんじゃないかなと思って、まあ、僕が仕事をしててもそのフラッと遊びに来てもいいような空間作りと、で仕事が忙しかった場合にほっといてもいいように、あのそこに冷蔵庫にビールとか入れてます、勝手に飲んでお金を入れて昼寝をするとか、であそこが街ライブラリーっていうのを出てるんですけど、みんなが持ち寄った本で図書館、花村さんと別だったんですけど、はい、ブートキャンプみたいなのですね。ブートキャンプ全然まだわけわからなかったです。でそれでまあチケットもらって、まあ、うち
となくそういうその縁で、あの、まあ、チケット全部使い切ったんですけど、使い切ったら、あの、まあ、もういいですよと、なんか、あの、全然ずっと無料でやってくださいみたいに言われたんですけど、なんかそれ腑に落ちなくて、うんうん、あの、今度僕がただ得をするみたいなだけは嫌やから、うんうん、あの、じゃあ、あの、僕が誰かを連れてくるから、うんうん、その人に、あの、初回レッスンは無料にしてあげてほしいと。で、その人が受けて、じゃあちょっと面白いからって、ちゃんとしたチケット買ったら、僕にもくださいっていう風にして、お客さんを連れてきたから、僕にも還元されるみたいな風に、ちょっとやりました。で、あとなんですかね、そこに後ろにあるキノコのランプの方なんですけど、また見ていただけたらと思うんですけど、それは、あの、街道たまて箱も。あ、街道たまて箱、うん、あ、もう一気に話して終わるんですか。あ、いやいや、質問、まずじゃあ質問受け付けましょうか。あの、わかります。あの、まあ、ここに一つ、まあ、選んだ理由の一つとしてはあれですね。あの、お金でこう何か交換するということだけじゃなくて、自分の持ってる技術とか、向こうが持ってる何か価値みたいなものとこうダイレクトに交換するっていうようなやり方もあるよっていうような話ですね。それもクリエイティブシェアの一つなんじゃないかなと思ったので、まあ、選ばせていただきました。はい、まあ、僕その本業というかまあデザインの仕事とか企画とかでまあ普通に受けてるもの以外でやってるのがさっきのからたま、これ年1回発行してるものなので、ここをからたまのこの事務局としてまあ問い合わせがあったりっていうのは、これはカラホリと玉作りのからたまですね。はい、カラホリから玉作りまでの玉、これは僕ギャラリーをあのしてた時に、あの玉作りっても全然縁がなかったので、周りにそのうちに来てくれるお客さんにカフェ行きたいですかとかあの言われた時に何も紹介できなくて、でわざわざこの電車賃を払ってうちの店に来てくれてるのがめっちゃ申し訳なくてあのだからそれやったらなんかね、この自分のところだけじゃなくて紹介できたらなと思って、まあ、作りたいなと思ってたんですけど、その前にソラさんっていうところとがあのいろいろ何個かのギャラリーでやってはるんですけど、で僕ソラさんは結構行ってたので、あのこれにうちのギャラリーを載せてくださいと、まず自分の店を宣伝しないとと思ったんですけど、開けたらあの谷町筋で切れてたんであの玉作りは無理やけど、でもちょ一回会議においでよって言われて、あのそのギャラリーのオーナーが集まる重鎮が集まるところに行ってみたいな、初めてやったようなで見てて、あの5回ぐらい 4,5 回結構会議行ってなんとか伸ばしてくださいって言ってたんですけど、まあ、結局無理で、あのでもこうやってマップ作りってこういう会議をしてやるの分かったやろって言われて、だからこっちは勝手に作ったらいいなって言われたんです。でそっからあの作ろうかなって思ってたところ、その戸田さんがあの、まあ、カラホリーマチアートっていう10年やったイベントがあるんですけど、そのイベントの時とかのマップはあるけど普段使えるようなあのマップがないから、じゃ あの僕やってる玉作りとカラホリでそのエリアを結ぶあの地図を作ろうとっていう声をかけてもらって、あじゃあやりますって言って、あの協力させてくださいって言ったら、そのオーナーさんが協力ちゃうでって言われて、メインでやってやって言われてでそこからやり始めたのが、これ4号ですけど、で1号はね、ちょっと数がないので。
で、なんか店も少ないし、で、まあ、いろいろその、まあ、このマップは仕様を変えて、あの2号の時はこのカラホリと玉作りっていうあの別のマップに、うん、で本当は今みたいにつなげたかったんですけど、あの印刷代がすごい高いのでもう分けるという案で、でも分けたら案の定あのカラホリはこのこれを持って玉作りの人はこれを持って一緒にやってる意味がないんじゃないかみたいな話になって、なんとか紹介してもらった印刷屋さんでこの3号はつなげることができたと。であの、まあ、ギャラリーカフェマップ、あ結局このギャラリーカフェマップはあの今うちで制作してるんですけど、あのそれがまあ縁で、これ運営はしてないですけどデザインとかだけをやってほしいという、まあ、依頼があったのでよかったなと思いつつも、でもこれには負けないように作ろうと、もう1号から頑張ってたので、とりあえず店舗数だけは増やそうと。これ28店舗しか持ってないので、これは128店舗多いショップになっております。でこれとあと、ね、シール入れてたと思うんですけど、トラトーちゃん、トラトーちゃん、そこにあの、まあ、ちょっとゆるキャラファンがいたらここは入ってはいけないかもしれないぐらい の, あの感じなんですけど、まあ、あのこれはあの玉作りの非公式キャラクターとして活動してますので、依頼があったわけではなく、勝手にやってます勝手にやってるっていうか、そもそもはあの、ギャラリーやってた時に平方のイラストレーターさんが来て、まあ、その子の絵の一つがトラソーちゃんやったんですね、うんうん、でそれをあの、まあ、立体化しようって言ったのは僕なんですけど、で立体化した後にあのせっかく立体化したけど 何使おうかなっていうのがあって、そっか、向けれますか、向けれるな違います、向けに行ったんです向けに行ったんです、なんか入ってあったりする、急に呼び出したりする、ゆるキャラとかっていうのも僕も知らなかったので、その使い道を検索してたらゆるキャラ祭りっていうのを発見して、あのそこにも貼ってるヒコネの、はい、ヒコニャして全国から集まる多分ゆるキャラで一番大きいと思うんですけど、あのそれにとりあえず申し込もうと思って、でもあの基本的にゆるキャラって街を起こしてないといけないんで、あのそんな個人のイラストレーターのキャラを登録するわけにはいかないで、あの勝手に、まあ、それサラリーマンっていう設定なんですけど、元からあの大阪のサラリーマンを応援するキャラクターですって書いて、何も応援してなかったんですけど一応書いて出したら、その頃はまだちょっとねゆるキャラ協会も甘かったので通ったよ、通った通ったから行こうと思って行ったら、あのみんなも、まあ、今もすごいと思うんですけど、あの力の入れ方がやっぱりすごいのでやっぱテントを立てて上り立てて、そこの地域の物産展とかグッズもいっぱい作ってて、で僕らそのイラストレーターの方2人で行ったんですよでもなんかちょっと場違いな感じやったけどとりあえず名前だけ残そうと思っていろいろ頑張って、で、まあ、それが縁で結構いろんなキャラとつながって、今はその公式のゆるキャラからゆるキャラ業界ではちょっとなんか気になるキャラになってきてるので